高校国語古文第1章活用と接続。今回のクロスワード、活用と接続について現代文と古文をクロスさせて勉強しておこう。まず現代文の場合、思うっていう言葉は思わない、思いました、思う、思うとき、思えば、思えというふうに変化するよね。それを何て言うかと言ったらば活用っていうんです。いいね。ここのところ詳しく言うとポン。活用っていうのはこの思うって言葉が変化をすること。それが活用っていうんだ。その後の一部または全部が一定の法則によって変化すること、それを活用っていうんだよ。だから活用って言葉をまず頭にしっかり入れるんだよ。これを古文の方でポンやってみるとこうなります。思うっていう言葉になります。思わず、思い、思う、思う時、思えば、思え。古文の思うもしっかりとこっちの現代文と同じように活用するわけ。活用する言葉は動詞、形容詞、形容動詞と助動詞、この4つは変化をするわけだから、その活用するっていうことをしっかり覚えてもらいたいし、もう一つ一回活用っていう言葉自体もちゃんと頭に入れててほしいんだ。だからもう一度言うよ。一回古文の言葉の中においても変化するものがある。その変化するものは活用するんだ。それを活用ってことをしっかり頭に叩き込んでおいて。はい、6種類の活用形です。今日のポイントは活用形という言葉がポイントです。いいね。下につく語によってその上の活用語が変化した、その語形を活用形という。なんかごちゃごちゃして難しいんだけども、これから具体的にやっていくから安心して。例を取ります。動詞の「犬」っていう言葉を例に取るよ。犬っていう言葉はどんな意味かといったらば、どこかに行ってしまう、また行くっていう意味ですよ。そうするとこの「犬」っていう単語は図が来ると以外、そのまま犬図なんて言わないわけ。図が来ると稲図に変わるわけ。この図の上の形を活用形のことを何て言うかといったらば具体的にポン。未然形という、しっかり覚えて、これ未然形って言うんだよ。次、今度はこちら見てくれる？蹴りのところに犬が上にポンってくると、そのまま犬蹴りなんて言わないわけ。蹴りによってこれが犬に変化するわけ。だからこの蹴りのところの上のところをポン、連用形と言いますね。以外このところを連用形と覚えて。次いくよ。これは丸です。丸の上、句点の上はこれは文がそこで終わってますから終止形ですから、終止形はそのままこの犬を持ってくればいい。だからこういう形をポン、終止形って言います。 OK、 次いきます。今度は時です。時っていう言葉があると、この上にまた犬時ではなくて犬る時って変化するんだ。そうするとこの時の上のところを何て言うかといったらばポン、連体形と言います。 OK、 次に場です。場の場合はね、一つとは決まらないんだけど、今回の場合以外犬っていう言葉があって、この犬ればっていう風に変化するときにはここは依然形と言います。以外依然形と覚えてください。次、今度丸だよね。丸の場合は終止形だよねっていうかもしれないけど、命令形の時だって丸でしょ。ほらどこどこに行けよなんて、行けなんていう時には丸になる。だから今回の場合には行け、どっかに行ってしまえって意味ですから、ここは犬をそのまま言ったって命令形にならない。だからこのところはポン、やっぱり命令形、いいね、命令してるんだよ、いいね。このようにしてこの6種類の活用形のことを未然形、連用形、終止形、連体形、依然形、命令形という、この一個一個の活用の名前を必ず覚えてほしいの。問題にはどう出るかといったらばこう出るんだよ。この「いな」っていうところに棒線が引っ張ってきて、活用形は何ですかなんて言ったならば、この6個のどれかを答えれば絶対丸、いいね。そしてここのところを活用表っていうんだけども、こういうのって問題集だとか、それからまたは文法書に載ってるよね。その文法書のとこ見だってこのように活用する、この活用表の見方も一緒に覚えておくといいと思うよ。だから必ずこの6個の形だけは頭に入れておいてください。はい、活用形と接続です。前回は活用形をやりました。6種類あったということはもう一度思い出してね。今回のポイントは接続です。いいね。活用語はその下に接続する語によって形が決まってきます。つまり図に犬がくっつくとポン稲図に変わります。このようにして図という助動詞が稲っていう言葉にくっつく、このつながることを接続っていうわけ。こっちもいくよ。犬っていう言葉に時をつなげます。ポン。そうすると時っていう言葉と犬っていう言葉が合体すると犬るになってきます。この時という言葉とこの犬っていう言葉がくっついていって、これが変わっていきます。でこれがつながること、これを接続って言いますよ。だから今日のポイントはこの活用形とか接続と書いてありますけど、大事なのはこっちの接続って一体何かってことです。いいね。じゃあ今度は図とか時だけではなくて、もう一つもっと具体的な表があるんだ。ポン。この表はよく見て、すごく大事ですよ。いいですか。さっきは図とか時の上の形がどうなるかってことをやったけども、だけどそれ以外にもたくさんあるんだ。で全部ではないんだけど、ここは覚えておくとすごく得。いいね。まず思うっていう単語でやっていこうと思う。思うっていう単語だったらば、さっきは図をやったんだから今度はもう使ってみよう。いいかい。思わむ、思わとなります。未然形です。次たりを使ってみようか。だったならば思いたり、上が連用形になります。べしをつけてみよう。ただ思うべし、そのべしの上は修止形と決まってきます。そして今度は連体形にくっつく場合、あくまでも断定の助動詞とちょっと中をつけるよ。これが断定の助動詞と決まった場合には連体形であって、思うなりとなります。それからこの依然形のところもり、これ括弧で余談動詞の場合と書いてありますけれども、もしこれが余談動詞にくっつく場合と考えた時ね、それは思へり、思へりと変わります。いいね。このようにしてこの言葉の上が何形が来るのかと覚えることはすごく大事。いいね。そして今度は下につく主な助詞になるんだけども、助詞の時も同じようにこの言葉が来たら、上が場だったらば未然形だとか、手だったら連用形ってのはすごく大事。ただ場なんていうふうにほら未然形にくっついたり依然形にくっついたりする場もあるわけ。例えば思わばってなったり、もしこっち側だったら思えば。いいね。このように2つの形にくっつくものもあるからすごく難しいかもしれないけども、まずここに書いてあるところをしっかり覚えておくとすごくいいと思う。以外だから今日のポイントは接続とは何かっていうことと、それからここに載ってるものの、ね、上の来る活用形が何かってことを覚えておくことの2つがポイントだと思うよ。はい。練習。次の傍線部「あ」から「か」の活用形を答えろという問題です。活用形を答えろという問題は本当に大事だよ。試験によく出るからね。じゃあ具体的にやっていこう。1、相戦わん心もなかりけり。戦うような気持ちもなくなっちゃった。もう宇宙人と戦う気持ちなんかなくなっちゃったよっていうことね。けりは何形につながるのか。もちろん連用形でした。だからこのなかりは何形か、活用形は何ですかって聞かれたならば連用形。ポン、連用形です。2番目いきます。知りけよ。これ丸だよね。丸の上って修止形って思っちゃうでしょ。だけどね、けよの修止形はけるなんですよ。そうするとこれは知りをけれ、蹴ってしまえという命令形なんです。だからこの部分は丸だから修止形と思わないで、意味から考えていって命令している。だからこれは命令形だよ。ポン。大丈夫。次いきます。石山へ参る。石山ってのは石山寺というお寺のこと。いいね。そういうとこは普通に石山寺へ参上する、または参詣するとなりますよね。だから普通に丸の上です。命令はしていない。だから修止形で大丈夫。いくよ。ポン。修止形です。 OK。 次いきます。今度は深きゆえあらんです。深いゆえは理由、理由があるのだろう。無っていうのは何形につながるのか。頭に入ってる。未然形でした。すると答えは、このアラは未然形、ポン、未然形です。では次、足ずりをして泣けども甲斐がない。これは例えば、足ずりってことは悔しくて勝手足をすることね、地団打ともいう、地団打を踏んだね、泣くけれども意味がなかった。どもって何形につながるのか、これは依然形でした。だから答えはポン、依然形です。大丈夫。静かたるいとまなく、静かな休みがなくて一生苦しむ。だから仕事ばっかりやっちゃダメなんだよ、勉強ばっかりやってもダメだよ、途中で休憩を入れるんだよ。そうすると、このいとまっていう単語は以外名詞でした。名詞の上は連体形、だからこれは連体形。いいね。もう一回繰り返すけども、この活用形を答えろという問題は本当に大事なの。普通の期末試験とか中間試験でも大事なんだけどね、だけども入試においても活用形を答えろっていう問題は本当によく出ます。だから僕はしっかり、まず活用形が6個あったということと、下に来る言葉が何形につながるのか、この2つを覚えておかないとダメだよ。頑張って。